さて、それでは、春日の実家に行くかね。ここか、桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。お客様、お子様連れはちょっと。まあ、そりゃそうだよな。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。ここでの桐生ちゃん、なかなかひどいよな。他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな。すでに迷惑だろ、これ。エレベーターあるべきだよな。行こう。すごく広いところだね。ああ。作りおかしすぎるだろう。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあ、シンちゃんはもう。そう。辛い役目だな。最後に会った時、彼言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。フラグしっかり立ててた。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にしんじの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。ん？しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？何が起こったの？
じさん。おじさん何でも知ってるわけちゃうんよ。何何？あれ、二人も来た。助けて！レイコちゃん。よお、キルちゃん、探したで。兄さん、生きてたな。兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて！お願い、助けて！ああ、よしよし。静かにせんか。よせ。ああ。お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやねん。嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。兄さんのこと知ってる人は全く心配せんよな。そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。早行き。なんでじゃあ止めたんだろうな、一発目。読めねえな、あんただけは。俺は正直者が好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。これは本編マジマ。
マジ待って、ダンサブルちょっと入ってるよな。ドスやからいちいち倒れるんだよな。突然始まるんじゃないよ。思いっきり四角ボタン連打してた。刺すマーぐらい与えてよ。なかなかだな。ゲリュ、
ほんま、ごついわ。お前が。あの女が明美か。辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。分からんが、信二が命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ。話ってから近江連合が勝った。俺はお前芝浦準備できた。ん、俺に言ってくれ。行くよ。芝浦に行く準備はできたのか。そうか。芝浦に行く準備はできたのか。そうか。ここあれだな、稲葉さんのボーカル付き曲がかかるって噂の12章じゃねえか。話さなあかん。寺田の部下。あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人。ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、テラダと申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、カズマ。おやさん、ご無事で。バッチリスーツを着てる。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男は、もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで、東城会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。なあカズマ、これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はじめは剣道、錦山と寺田がつながってるっていう話だったよな。由美の妹じゃない。え、由美は水木なんだ。知ってた。お前たちが水木だと思って探してた女は
弓だったんだ。どういうことです？人弁しな。5年前から弓が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥かの母親っていうのは？弓だ。その子は正真正銘弓の子なんだ。弓お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、弓の相手、いや遥の父親は？神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。弓が抱きかかえているのは遥、横に写っているのが神宮だ。弓が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな？はい。事件の翌日、弓は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに弓を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。ん？雷。いや！どうした？わからない。わからないけど。この先何歳なんだろう？18周期なんだろうか。年ならなあ、思い出させてもいいんじゃないかと思うんだけど。道島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。高校出たてぐらいの女の子ならな、弓の存在を知らせず彼女の世話をすることにしたんだ。でも弓はなんで神宮なんかと？神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然弓に出会ったんだ。神宮と会長が？東城会に弓を入れるんじゃないよ、やつさんは。受けていたんだ。神宮は弓に出会い恋をした。そして記憶を失っていた弓は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。いやー、東城会に出入りしてる男だぜ。弓の幸せは神宮との生活の中にあるような気がした。おやすさんもだいぶ壊れてるよな、感覚。そして弓は神宮の幸運だ。それが遥だ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった弓は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後弓と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、セラに神宮から緊急の電話が入ったんだ。セラ、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ？いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は？いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ？死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、弓と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。
あの穴掘るの実はすげえ重労働だぜ。え？もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。お前もしかしてセラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング。何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。こうか不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。ユミとハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺とセラはハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。人弁し、全然偽造屋を雇い、ユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でもおやさん、なんでユミは東城会の100億を盗んだんですか。あれは東城会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。何のための船なんだ。島の海、気に入らんかい。無茶しやがる。桐生さん、甲板から来る奴らを止めてくれ。風間さんと遥ちゃんは俺が責任を持って逃がす。おじさん、怖いよ。島の目。投げれるんじゃないか。くそ、地味にやられた。
もあいつが気になってしゃあないんだよな、武田が。他のやつに集中できん。どうす、また防御しようとしてしまった。ドス欲しい、ドス欲しいだけなのに。ポイーと武田も投げたいな。さすがに武田は投げれんか。毎回 A 位置におるよな武田は。気になる位置におるわ。他にもそんな一撃で倒れるような武器持ってるやつおる？拳銃野郎がおるんか？チンピラのスウェイじゃ捕らえられるな。ラッシュなあ。じゃあバットが欲しいんだよ。強化終わりだな。実は超人だよな。水面からここに上がれるなんてことはまずできん。大丈夫おじさん？はあ、少しヒヤッとしたかな。船で沖に出ねえよ。やっと会えたな。
キリュウ、それと風間コソコソしやがって。しまん。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。親父。ご清掃柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。でかいトラックで来たわりには、なんかあんまりおらんねな。風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗振らしたろ。大丈夫か。あ、大丈夫だな。この後だな。おーいとしたい。おーいとさせてくれ。あー、いかん。これはいかん。結局始まった。これでやんか。危ない危ない。ちょっと前半の音消すかも。これがボーカル入り音楽。もう何が何やか全然わからんねん、これ。これ、ここにおんの全員敵でええんかな。ぽーいと。島の邪魔だな。ぽーいと。ボクサータイプが。これであと島のだけなった。倒れんといて。あれ、できんな。よっしゃ、これでしばらく倒れん。まったく。うん、倒れるようになってる。
時間がやっぱり決まってるんだな。振りかぶられてる。このパターンにしょっちゅうなるくせに、同じやつでやったらあんまり減らんっていうのやめてほしいよな。あ、ここにアイテムあるよ。よっしゃ。音楽終わる？終わったな。音入れるよ。これまでだ、島野。甘いよ、毎回。分かってる！カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を。誰と弓を結婚させとるんだよ。その計画に志願したんだ。まあ後々そうなったっていう話だけど。急げカズマ、弓が危ねえ。アレス、アレスに弓か。そうだ。そりゃ結婚はしてなかったんだったな。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは後目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。しかし俳優作ってるだけあって渋いな。もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のためのだから、はるかのおじいちゃん、まあおばあちゃんは分からんけど、まあおじいちゃんを殺してるのはいいんだ。おやさん、どっちか分からんけどな。俺にとっちゃおやさんが本当の
本当の親父でした。けどなあ、これちょっとなあ、どうかと思うよな。キリュウちゃんの本当の親からしたら、そんな腹立つことないよな。13章で終わり？伊達さん、無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そうか。まあ今はあまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。そんな中って必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。覚えてないわ。分かった。ああ、じゃあまた。まあ、そしてあれ、はるかおるやんけ。はるかおったんかい。これはまあ極み要素だからな。どこでもマジマが。ここでは辻褄合わせてきた。おお、どうしよう。まあスターダストぐらいは見とくか。キリュウさん、こっち。はあ。そんなことはいいですから、何かと必要だと思って。金かい。そうか。もう今のキリュウちゃん金いらんのよな。ああ、はいはい。最後の自由時間な。まあそしたら一旦終了。